はい、ご視聴ありがとうございます。ハレラプロズの津村です。ハレラプロズの原田です。はい、始まりました第43回 MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。はいはい、いつも僕台本を無視しまくるんですけどいよいよ今回から台本に津村さんのアドリブ力を信じていますとただそれだけしか書いていないまあまあまあ、もう書いても無駄だということで基本無視するから、はい、書いてくれなくなりましたけど、いよいよ来週ですかね、ドミナリア新セットが発売になるんですけど、うん、どうですか今のところの雑感といいますか、インセットの印象は。まあ、ちょっとまだそんな深く見てないんですけど、はい、まあ、結構強いから多いかなっていう気がしてます、ね、一番話題になってるのはラノワールのエルフって再録カードかなと思うんですけど、あれがまさか帰ってくるとは、はい、まあ、環境を定義することにもなるかもしれない、やっぱその環境の速度を変えるカード、うん、そう、しかも今スタンダードでミドタンガルタってすごいデッキ、うん、ミドタンの大活躍してるから120% 入る。今日の原根くんのデッキにも実は入ってたんですね。ちょっとだいぶ風貌変わりました、ね、ちょっといかつくなってさあ、そんな、ドミナリアなんですけど、もうこの動画が上がる前ですかね、ハレリアウェイファインダーで記事を毎回新セットが出るたびにやってまして、うん、ハレリアプロズが新セットを使ってたくさんのデッキを作ってみようという企画なんですけど、今日はせっかくなのでその中からデッキを一つずつ、僕らがチョイスしまして対戦に挑みたいと思います。はい、今日持ってきたのはハレリアラテンのティアゴ選手が作った青タンフライングデッキと、マルク・トビアス選手が作った白ミドトークンですよね。そうですね、白ミドトークンの方はかなり動きが難解で面白そう。で、青タンフライングはもう僕の大好きなガリガリビートダウン前回に引き続きという感じなんですけど、はい、それじゃあ早速対戦の方に移ってみたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあダイスで、はい、いきます。8 4、じゃあ先手をいただきます。はい、4、7、はい、ではチェックします。あ、バランス取れてる程度ですね。では、はい、こちらは1ターン目から動けるんですが、ちょっと物足りないのでマリガンしようかな。ちょっとパワーが低いので、さあ、今回のハンドは、まあ、これがあるのでいい感じですね。はい、一旦から動きますし、キープしたいと思います。はい、はい、お願いします。スクライドゾーン、あ、しっけはい、上で、はい、じゃあ始めます。お願いします。森から早速、おラーノワールのエル、おー、羨ましい僕も出したいこちらギラプールの記号です。はい、どうぞ。そして、今ので霊気装置の展示で、はい、そのアーティファクトの1-1のトークンに対出して、まあ、殴らずエンド殴らずさすがラノワールはもったいない。ちょっともったいない。普通の1枚ティッチだったら絶対殴るんですよ価値が高すぎるな。じゃあエコー宣言で、はい、19になりました。戦闘員、なるほど、中で、で、終わりです。じゃあ、どうします。おー、はい、で、はい、また殴れないですね。終わりです。バリスタ X にはちょっと法で禁じてほしいこのガリガリビートダウンお、なるほど、通すしかない。はい、攻撃宣言、はい、とりあえずやっと開きます。さあ、3点取りまして16です。で、誘惑してどうぞ。はい、新カードの交渉の助手、はいはいはい、かわいらしい1枚1飛行で、はい、僕が歴史的、はい、カードを唱えると戦術ができる。アーティファクトとレジェンドと英雄だったかもしれない。そうですね、うん、はい、じゃあ早速アーティファクトで唱えたので戦術します。こちらは下に送って、はい、で出ました。終わりです。11が2体かわいらしいどうしようかな、ちょっとあのエンジンが強いまずいな。はい、アタックします。2体でこっちに、はい、する。じゃあ、アタック
ップしたら打ちます。全然取って18です。で、タップインランド置いて終了です。じゃあ攻撃して、はい、3.13 でドローします。ほっ、大嵐の陣。これは島1枚につきパンプして4-4ってことですか。今4-4引く。なるほど、まあ、これが青ターンにしてる理由で、島の数だけパワーが。はい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 。3マナ4-4引こう。デメリットなし。厳しいな。どうしよう。この吉尾はそんなに塾が得意な色じゃないんで、あれが止まらないですね。サイドボードからだったらね、飛行クリーチャーすぐ殺すと、うん、うん、どうしようか。そうそう、スラムの攻撃をプレイします。はい、通りました。で、3体出てきて、さらに何が、苗木のイボコ。お、もう2匹。はい、苗木のトークンクリーチャーを2体出します。キッカー払ってると4体出せるんですが、ちょっと曲がらなくてので、さあ、ちょっと厳しいな。5本しか出てきた。はい、終了です。をします。で、しまおいて、ジンがパワー5まで、はい、攻撃宣言。8.5 で、こうします。侵略者、侵略者、終わりです。なるほど。あー、これは侵略者では侵略者、6万フォートリトランプル使っけ。トランプル使わないです。使わない、なんとか身を挺して守れば。3バリスタ X1 で、こいつをめっちゃパンプする。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 1個いけるが身を挺して負けました。あれ、全体強化とかあったらいかがそうだったけど。そうですね、ちょっと回してもらったのトランプルがなくてダメージは止まんないですね、うん、なんか全体強化するいいカードがあれば思った以上にトークン出そうだから。そうですね、トークンすごいいっぱい出ます、ね、未だにやっぱ2種類ずつ、はい、うん、2種類ずつかあって、まあ8枚取れると思う。確かに2体目ほぼ確実に2体展開されるのが確定してる。はい、2ゲーム目ただ相手です。先ほどと、まあ、同様にいい感じゲームです。さあ、こちらももうさっきマリガンしたハンドそのまま来たみたいな感じですけどまあまあちょっとさっきよりはマシンだったのでキープしたいと思います。1枚カルドで以上カットします。そう、さあ森から、はい、まあ、今度は違うやつです。おオビアさん、オビアバーゼに出して終了です。からでしまったんです。で、こちら交渉で終わります。はい。しばらく出番がなかったクリーチャーなんですが、意味が生まれた。ボックスアンバーをプレイします。おお、新カード。はい。伝説のやつ。そうですね。ゼロマナのアーティファクトで、自分が伝説のクリーチャーのクレンズオーカーをコントロールしていると、それと共通する色を出せる。こちら、オビアさんのおかげで今、緑が。緑マナが出せるんで。オビア単純なマナ加速ですね。すごい。伝説のクリーチャーで軽いのすごいレア。オビアしかも結構強いしね、うん、さあ2マナ出して、また新カードプレイヤーリーズの歌をプレイします。お、初めて現れた英雄ターン。そうですね、英雄ターンって新しいカード、カードタイプはエンチャンとか、まあ、新しいサブタイプを持っていて、場に出るととりあえずカウンターを1個、場に出た時とドローステップの後かな、はい、に伝承カウンターを1個乗して、で伝承カウンターの乗ってる数によって効果が決まるっていうちょっと変わった効果を持ってます。これは1つ目と2つ目は、自分のクリーチャーがあの極楽鳥になるっていう効果です。何度にも色マナ出せるっていう。オビアさんも早速ラノアルネルフ、こいつが結局ラノアルネルフ伝説のラノアルネルフ、はい、でさらにまた新カード、失聖の光栄シャナをプレイします。シャナさん、シャナさんはですね、相手がコントロールして能力の対象にならないですね。え？
え、そんな能力あるの？そうです。あの呪文の対象、呪文の対象にただなるんですよ。能力の対象に、はいはい、ちょっとなんか不思議な声。除去呪文とかは効いちゃう。そうですね、呪文ではないと。まあ、ただそのリング系の呪文とか、うん、あそうか、排斥とか効かない、はい、で、パワータフネス00なんですけど、場にいるクリーチャーの、自分の場のいるクリーチャーの数のパワーとタフネスをこう、今はじゃあ22と今2体の22だ。すごい。で、終了です。こちらまだ、まだ島と鳥がいるだけっていう状態なんか今神話みたいな今パワーマネント展開力が2ターン目でパワーマネント6個場にあるから。へぇ、じゃあ攻撃制限で、はい、いって19になりました。じゃあまたまたこいつで、はいはい、はい、じゃあまだアップキープの後ドローをして、でドローステップの後にカウンターを受けます。してまたマナクリーチャーね。そうです。でで、モックスアンバーは、自分の伝説のクリーチャーと同じその中の色を花加えるので、今シャナが出たことで白マナも出せるようになっています。でそのマナを利用して4マナでスラムの攻撃をプレイします。はいはいはい、シャナさんがこれシャナさんのパワーがムキムキ、今すでに55、さらにセラムの抗議の効果で苗木の移牧をプレイします。これさらに苗木が出てきて、先ほどちょっとあんま遠くに意味なかったんですけど、このシャナさんのおかげで今1、2、3、4、5、6、7、7、3ターン目77、もうラベジャーみたいな。ラベジャー強いから。しかもこれ次のターンすごいことになるよね。そうですね。これ3つになると自分のコントロールしてるクリーチャー全部にプラス1カウンターを置いて、さらにトランプ破壊不能警戒もよく分かる。それで一番大事なトランプルがついてしまうというのは分かってしまった。もう決定的ですよ、これは。これもちゃんとブロックするしかない。次トランプルですからね。止めるなら今しかない。今はお預けになって、じゃあ終了です。しかもオビアさんもすげえことになるし、とんでもないぞこれ。死にかけ。今3ターン目でパワーネット11個ある。じゃあ収集艇、はい、で誘発して、なるほど、これも電気、おこれはじゃあ上で、で誘発してエネルギー2つ出ました、はい、で終了です。生きてるから、はい、です。でドロー後にカウンターが3つになって3の後に生贄に捧げない、もう生贄になるんですけど、最後の切り上げとして全員プライチ、全体にプライチ、えカウンター、これプライチ、うわーすげえ、これはすごいですよ本当に。しかも2マナーですからね、可能性を感じさせる1枚です。カウンター、どんどんどんで、さらにこのターン、トランプル警戒破壊不能、じゃあもう殴り放題。警戒破壊不能すなわち、あ、これ聞いたわ、すごい、お、これしかもすごいの聞いたぞ。こいつが今7788、でさらにさらに2マナを出して、もう2枚目のフレアゲーターを出しつつ、はい、1,2,3,4 マナで、え、パワートリー、おお、うわトランプルある今回は。これすごい、さっきもちょっと屈したけども、そうトランプルがなかったが、今回はこれで、これを対象に取ると2倍3,4,5,6,7,7パンプの、まあもともと1,2,3,4,5,6,7,7,14,15,15トランプル、警戒トランプル、これを収集点の力を持ってしても、どうなる、とりあえず行くか。戦闘でアタック、警戒トランプル破壊不能です。とりあえず、はい、チャンプしないと多分死んでいるだろう。で起動して、3点ゲインで、で10点貫通プラス2,4,6点16点ダメージです。16点、一応生きて、一応生きて、あで 3点ゲインか、3点ゲイン13ダメージかな。ちょっとこいつが、15ですね。1,2,3,4,5,6,7プラス7足して、で14,14プラス艦隊1個で15,15、10点貫通の3点ゲインで7点9点11点13点ダメージ。なんだあ、そっか、これさっきさ、そしてこの場である。ターンエンド、いいんですか、使わなくて。あ、これ使えるの、まさか。今極楽鳥、あなたは。あ、じゃあこれあれか、こうした時にやっておけば、出しといて、もう1点追加で6、すごい、え、そのなんかあらゆるシナジーが、もたっぷりじゃないか、3出してこいつで、あ、そっか、すげえ、絶対無理やん、これ。
エンド。これも1個乗ってんのか。あ、これエネルギー。すげえ。すごいな、今。下村さんもすごいね、こいつ。これがすごいですね、本当になんかもう。これちょっと大盤振る舞いしすぎじゃない最後。こんないる？トランプル。なんか使わせに来てる感半端じゃない。これけどいいね、強い。楽しそうです。さあ、じゃあ敗れてしまったので先手で3問目行きたいと思います、はい、あー、惜しい。なるほど。ちょっとかなりキープしたかったんですけど、ちょっと残念ながら土地がないのでマリガンしたいと思います。惜しい、すげーいいハンドなんです。危うさもあるが、今後に期待して。今後に期待してちょっと秘めているものだというのは秘めている。さあ、引き直した6枚はかなり良さげな感じなので記述したいと思います。さあ、じゃあ戦術して、戦術は下でお願いします。はい、お願いします。じゃあセイレーンです。はい、白です。お、あ、ついにエルフが残念ながら出てこなかった。さあ、こちら順風を置いて、おっと2点です。ゴリです。島田2位だったと思う。黒何を置いて、苗木のイボックで苗木みたいなして終わりです。さて、攻撃で2点16で収集点です。ゴールと終わりです。収集点は16か、でかい。あー、これはまずい。とりあえず2マナでフレイヤーリーズの歌をプレイして、マナクリになって、はい、で2マナからおぉして1点19。はい、OK です。おぉ、あ、これ1個。さあ、じゃあ交渉の助手を出して、はい、登場して使って6点かな。で、1個使います。おぉ、惜しい。6点10で、こっちが4点で23。はい、で、終わりです。いや、大変だ。で、ドローの後に、こんな感じで、これは。まずはファートビュー。おぉ、出ました。はい。で、中世は3。パンプしてみるか。対戦局を通してなる分対しないか。まあ、一応バランスを警戒して突入しようかな。はい。じゃあ、アタックします。する。7点かな、7点。3-3ので4で7点か。16。じゃあ終了です。どうします。はい、お、略奪者を出して、はい、登場して、で、はい、こいつだけファートリーで、あと本体で使う。どうか、こいつ点を下って4の、そちらが20かな。20。はい、で、終了です。はい、で、ドロー後に、サイン、これで、じゃあパンプしました。はい、そうです。で、ここ、これでくー、さっき言ってればな、これと、いないか。9、3、9。あるが、今更なったところで、ありました。ギリギリ。同じカードが。あ、そうか、伝説という弱点が。そう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 。カード7枚あるけど3枚しかない。実質。参りました。はい、というわけでお送りした第43回ハリラコンバット、いかがでしたでしょうか。今回新カード結構ね、お互いのデッキにそこら辺に入ったんですけど、花根くんが使ってたフレアリーフの歌っていうカードは、その中でもかなり楽しそうな能力じゃないかなと思いました。結構いろいろできそうでした、ね、夢があるよね、マナも出るし。対戦の中だとあんま伝わらなかったかもしれないですけど、これ何色でも出るんで、結構いろんなカードタッチしたりとかもできるかなと思ってます、夢があるカードということで、そんな、新セットドミナリアは来週発売となっております。ハレリアウェイファインダーのデッキは多分もうおそらく全て上がってると思いますので、そちらの方もぜひご覧になってみてください。そして現在マスターズ25が、1ボックス当たるプレゼント企画も行っております、
詳しくは第41回ハレルヤコンバットをご覧いただければと思います。はい、ご応募お待ちしております。はい、それでは今回はここでお別れになります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。